皆さんこんにちは。渋谷区の動物病院リールの獣医師の橋本です。今回はお悩みのワンちゃんも多い涙やけのケアについてお話をしたいと思います。なぜ涙やけになるのか皆さんご存知ですか？一昔前までは目から鼻に涙が抜ける感、鼻涙管が詰まることが原因と言われていましたが、今ではマイボーム腺が詰まることが原因として多く考えられています。ではこのマイボーム腺とは一体何でしょうか？このマイボーム腺のお話の前に目の角膜の表面について少しお話をしたいと思います。角膜の上には涙膜といって、油分、水分、ムチンという成分からなる水の膜があります。この膜は目の健康維持に役立っていて、角膜への酸素供給や異物、老廃物の除去、細菌に抵抗するタンパクを含んでいます。この涙膜の一番表層の油の層がこれより下の水性成分の蒸発を防いでいます。この油を分泌しているのがマイボーム腺です。私たち人や動物の涙が目からこぼれずに角膜の上に保持されているのは、このマイボーム腺から分泌される油分のおかげなんです。ではこのマイボーム腺が詰まるとなぜ涙やけになるのでしょうか？先ほどお話ししたように、マイボーム腺から分泌される油が涙を角膜に保持しているので、この油分が少なくなると涙が保持できず、こぼれ落ちて涙やけとなってしまいます。上下のまぶたの縁をよく見るとプチプチしたものが見えるかと思うのですが、このプチプチがマイボーム腺で、まぶたあたり20から40の分泌腺があります。ご家庭の子もぜひ一緒にチェックしてみましょう。この穴が黄色や白く何か詰まっていたり腫れたりしていませんか？このマイボーム腺から油はどのように分泌されるのでしょうか？まばたきで目を閉じた時の上まぶたと下まぶたが触れる刺激で分泌されると言われています。シーズーちゃんやキャバリアちゃんなど目の大きな子は、まばたきの際に完全に目が閉じないこともマイボーム腺からの油の分泌がされない原因と言われています。このほか神経やホルモンの支配も考えられていて、まだまだ未知の部分が多いのがマイボーム腺です。このようにマイボーム腺が詰まると涙が保持できず、ドライアイの原因にもなります。ドライアイは角膜に傷がつくなど様々な疾患の引き金になりますので、目のケアはとっても重要になります。では早速ご家庭で簡単にできる涙やけケアについてお話をしたいと思います。まずはじめに目を人肌身に温めた保温パックで 2,3 分温めます。次に両目にこのように目玉に触らないように目の縁に眼軟膏をつけていきます。そしてまばたきを20から30回行います。これを両目それぞれ1セットとして1日1回から2回行いましょう。ただしプードルさんは鼻涙管の機能的異常により涙の排泄障害で涙やけになる子が多く、この場合はある特定の抗生物質を使って治していきます。またその他の犬種の子でも炎症があったりしてマッサージだけで改善されない子は、同様に抗生物質を使うことが必要ですので、プードルさんやそのような子は
また一度ご相談いただければと思います。目をシパシパして痛がる子は角膜に傷がある可能性がありますので、この場合はマッサージはせずに動物病院へ行かれてください。それではワンちゃんの涙やけケアマッサージ、ぜひお試しください。